どうも皆さん、おはようございます。お邪魔トークン、めっちゃ出してが役、リュウです。さあ、本日はですね、クソデッキ製造マシーンと、私、巷では言われているんですけれども、クソデッキ製造マシーンによる、過去カード救済企画となっておりまして、本日の主役、リバイアドラゴン、ダイダロスです。覚えていらっしゃいますでしょうか。リバイアドラゴンダイダロス、これですね、なんと2017年5月のメインミニボックスの、顔のカードですね。これ、効果は非常に豪快でございまして、自分のフィールドの海の、海カードを1枚墓地送ると、このカード以外のフィールド上のカード全て破壊すると、まあ、そういった、効果を持っております。非常に、素晴らしい効果をね持っているんですが、今日ですね、ちなみにスターブラストっていうカードで、無限にデッキ作れるんですけれども、デッキビルダーっていうのは、これデッキビルダーの間では、今、このカードなんて言われてるかっていうと、このカード挨拶と、呼ばれておりまして、デッキビルダーの中ではスターブラストを初手で打つのは、本当挨拶って言われてるんですよ。だから、このデッキ、今挨拶がもう1枚入ってるんで、もう挨拶ご済みっていう、まあそういうデッキになってますね。挨拶が3枚と挨拶2枚で挨拶ご済みデッキとなってます。基本的に挨拶ばかりしていくっていう、もうそういうデッキですね。で、お魚が、進化するとまたこのお魚にもなれるんですけれども、この海流神ネオダイダラスもめっちゃ強くてですね、この手札を、海を、墓地を送ると、このカード以外のフィールド、手札のカードを全部墓地を送るっていう、まあ、なんかクリボールとかも、なんかその、封じることができるし、あと、単純に耐性がある、例えば、まあ、呼吸トスとか、なんか、ああいうモンスターとかもうしょれるんですよ。このモンスターって効果がその墓地を送るなんで、これすごい処理能力持ってるんですよね。だから今日はですね、一応理想ムーブ言ってきますけど、高校も挨拶する、挨拶から全戻し相手の魔法トラップをで、まあ挨拶する、挨拶してから挨拶して、ダイダロス出して、でダイダロスをネオダイダロスにして、アトランティス張って、でネオダイダロスで相手の手札全部捨てさして、で巨大決戦で、2900イコール5800で、勝つっていうのが、もう完全にこれ狙ったコンボです。今日はそれをするために、まあ、一応3枚コンボ、一応挨拶なくてもいけるんだけども、こっちの挨拶はなくてもいけるんだけども、一応3枚コンボっちゃ3枚コンボなんだけど、まあ、4枚コンボですね。まあ、最悪クリボーラっても別にダイダロスサイズ通っちゃう勝ちみたいなこともあるんで、まあ実質、まあ、スターブラストと、まあ、ダイダロスだけあればワンチャン決まるみたいなコンボになってます。って考えると2枚コンボ、2枚でデュエルに勝てるんですか。でもお高いんでしょ。いやこれね、イベントカードなんでね、無料なんですよこれ。ぜひ皆さんもね、このカードはぜひ3枚集めていただきたい、規制される前に。それでは早速クソデッキ製造マシーンによるクソワンキルショー始まります。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、闇遊戯選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。あー強いけど、まあ、伏せによるな。これ局所引けてないと伏せによるんですよね。本当に伏せなしでボールなしとかだったらめちゃくちゃ強いんだけど、これはマジで相手のデッキによるとしか言えない。セット、いや伏せ多すぎ、それ伏せ多すぎるでしょ。あ、モーリフは関係ないね。伏せ多すぎるので、まじ行きますけど、一応とりあえずスターブラスト打ちましょうか。そこなし落とし穴かなんかあんのかな。とりあえず2000ライフでいいんですよ。これは巨大決戦打ちたいんで、で一回ダイダロスをただ単に通常召喚してどうなるか。そこらしね、オッケー。そこらしい。このネオダイダロスにそこらしされるときつい。ネオはどう、これでなんかチェーンありますか。ないですね。これはないですね。あれゆうきさん。あれゆうきさん。あれはい、クソゲー。さあ、お相手の方、クロノス・デ・メディチ選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイなのね。これは速攻ターンエンドなのね。これね、皆さん、高速でターンエンドすることによる、まあ、メリットって分かりますか。高速ターンエンド戦法っていうのがあるんですけども、この自分が後攻を取りたいデッキだった場合、先攻を取っちゃった場合あるじゃないですか。それはもう何も考えずに、とりあえずターンエンドするんですよ。もう速攻。もう、そうすると、なんか知んないけど、相手が先攻じゃないかと仮定して、
殴ってこないっていうことがあるんですよ、たまに。これがね、あのね、高速ターンエンド戦法。これ覚えてた方がいいよ。ほら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 言ったじゃん。こうなるんですよ。相手が、あ、俺先行かって勘違いするっていう、これが高速ターンエンド戦法って言うんですよ。で、これとりあえず、まあ、2000ライフ減らして、これ高速ターンエンド戦法決まるぞ。これは高速ターンエンド戦法こう襲うす。とりあえずダイダロス召喚して、で、これはまあネオダイダロスいないんでクリボールちょっとケアできないんですけども、一回ダイダロスでぶち壊します、すべてを。すべてを終わらせて、で、これでバトルフェーズを行って、で、クリボールがなかったら勝ちっていう。クリボールないんですか？甘えてませんか、それは。それは甘えですよ、クロノス先生。さあ、お相手の方、パンドラはちょっと苦手マンですね、これね。まあ、ちょっとあのウィッチクラフトかどうか知らないですけど、若干苦手感はある。ウィッチクラフトは青姫の乙女、全然違った。青姫の乙女か、なるほど。30枚聖眼か、はいはい。じゃあこれ強引に小槌で、まあ、スターブラスト引いてるんで、スターブラストが一番引きにくいんですよね。なんで、まあ、とりあえずこれでダイダロス作るのに乗って、ダイダロス作るのに乗って来ました、天才すぎる。で、一回スターブラスト打つ、スターブラ打って2000減らして、で、ダイダロス出すでしょ。で、一回無の煉獄してネオダイダロスが効くかどうかもしんないから、あ、ないね。とりあえずダイダロス出して、で、アトランティス張って、で、ダイダロスでぶっ壊して、すべてをぶっ壊して、で、カード1枚セットしてクリボールあるかお尋ねするっていう。クリボールありますかと、ないですねと。クリボールないのはマジで甘いですよ。いいですか、クリボールは20枚積みましょう、デッキに。さあ、お相手の方、気合の鉢巻選手、よろしくお願いします、デュエル3倍。気合の鉢巻、いいね。なかなか気合入ってるの、海の伝説か。クリストロンかなんかですか。クリストロンはちょっと破壊がなかなかめんどくさいっていうのがありまして、まあ、ただスターブラスト何が出てくるんだ、これ。スターブラスト何が出てくるんでしょうか。さあ、2000ライフを支払って。お魚対決だ、まさかのお魚対決、お魚対決来た。え、やばい、これはやばい、うわ、やばい、これはやばい。先行前半でした。やばいやばいやばい、これはやばいことが起きてる、やばい。あ、俺巨大決戦だ、あ、これやばいぞ、これ、あれ、これさては巨大決戦逆利用パターンですね、これ。出たわ、やっぱこのゲーム神ゲーだわ。